平野紫耀、長流瀬角との手つなぎ要請を躊躇、なんだこいつ、と思ったことも、脱退までにやった氷河期ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。冠無理番組キング・アブル。日本テレビ系派5月20日に最終回が放送されます。 収録は10日に行われ、メンバーは歓喜は待っていました。同日には音楽番組、メニュー 101NHK の生放送に出演しますが、これが5人での最後のテレビ出演だそうです。テレビ局関係者、平野史洋26、岸優太27、神宮寺優太25の脱退が5月22日に迫るキングピース。 センターとしてグループを牽引してきた平野は、脱退と同時にジャニーズ事務所を退除する。最近平野さんが長瀬恬さん24と笑いながら話す姿を見かけました。長瀬さんは、塩は金プリをここまで押し上げてくれたと感謝を口にして、脱退までの日々を大切に過ごしているようです。前でテレビ局関係者、別れを惜しむかのような二人。しかし、 ここに至るまでには愛憎の11年間があった。名古屋市出身の平野さんは12年2月から関西ジャニーズ JR として活動を開始。そこで出会ったのが10ヶ月ほど早く入所していた長瀬さんでした。アイドルシライター。2歳年の離れた平野と長瀬はまるで兄弟のようだったという。インタビュー中の平野さんの膝に長瀬さんが乗ってくるということもあったそうです。 右利きの平野さんと左利きの長瀬さんが隣り合わと距離が近すぎて手がぶつかり、じゃれ合う姿をよく見ました。芸能関係者。15年頃、平野と長瀬は東京に進出。順風満つ穂にキャリアを築いているかのように見えたが、二人の関係にはほころびが生じていた。近く長瀬、仕様に嫉妬して単やと思う。二人は少年コンビとして JR。 の中でもトップクラスの人気を誇り、東京での仕事も次々に舞い込みました。しかしコンビとして扱われるうちに、長瀬さんはダンスも演技も器用にこなす平野さんに強いライバル意識を持つようになったそうです。前で芸能関係者。当時のことを長瀬はこう振り返っている。俺は仕様みたいに器用やないから正直羨ましかったし悔しかった。 勝手に悩んでしようとうまく話せなくなった時期もあった。多分、しよに嫉妬してたんやと思う、ポポロ、18年1月号。一方の平野も対抗心を刺激されていて、長瀬さんを意識する、あまり平野さんは仕事以外で話しかけることはなくなっていました。気まずそうな雰囲気は周囲にも伝わってくるほど、雑誌の撮影で手を繋いで、 と、ポーズの指示を受けても、平野さんと長瀬さんは、それを躊躇することもあったようです。当時から一緒に活動していた橋海人さん、24、は二人から別々に相談を受け、感を取り持つこともあったそうです。前で芸能関係者、舞予定、22年7月号のインタビューで、平野は、当時の心境を明かしている。角がガラッと人が変わったように感じちゃっていたんですよね。 話す回数が一時期減って、今は普通に話しますけど、あの頃はなんだこいつって思ってしまっている自分がいて、二人の間にできた溝にはファンも気づいていたという、テレビ番組などでも少年の目が合わない、とたびたび話題になっていました。ファンの間では氷河期と呼ばれ、二人の仲はいつも気がかりでした。ファンの女性。ようやく雪解けを迎えたのは17年頃だった。 四角平野が身につけていた長瀬との絆の証。あえて距離を置いたことで素直にお互いを認められるようになったそうです。平野さんは長瀬さんからご飯に行こうと誘われ嬉しそうにしていました。前で芸能関係者。不要曲折の JR。時代を経て18年5月にキング・アンドブスとしてデビューを果たした。 平野さん主導の元デビューしたいとジャニー北川3去年87に自家断したことが決め手となりましたが当初永瀬さんはデビューはまだ早いと自談判には反対していたと言います前でテレビ局関係者。こうした意見の相違はあっても、かつてのように関係が冷え込むことはなかった。 キンプリは難易度の高いダンスにも挑戦してきましたがダンスの苦手な長瀬さんは仕事の合間を縫って個人練習していました。そんな努力家の長瀬さんを平野さんは同じグループとして誇らしいと感じていたそうです。前で芸能関係者、氷河期を乗り越え互いをリスペクトするようになった二人、平野が長瀬との絆の死を身につけていたことも、 22年7月から10月にかけて行われたコンサートツアーの DVD が3月に発売されましたが、そのメイキング映像の中でくんが金色の十字架のネックレスをしていました。これはデビュー前からレン君とお揃いで持っているもので、レン君は銀色の色違いです。デビューコンサートでは二人揃ってつけていました。前でファンの女性。前でのテレビ局関係者は言う。 この映像が撮影された頃には平野さんはすでに脱退を決めていたのではないでしょうか。共に切磋琢磨して頼もしく成長した長瀬さんに今後の金プリを託したいという思いでネックレスをつけていたのかもしれません。他元を分かつこととなった平野と長瀬。しかし金銀の十字架が二人をいつまでも繋いでくれるはずだ。女性自身2023年5月30日号。 平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。